藤井寺球場、西の空もすっかり暗くなってまいりました。バッファローズ対ホークス第17回戦をお送りいたします。1番センター秋山、背番号1。これは際どいところ。さあキャッチャーは何を要求してきますか。レフト取りました。2番ショート、ワンアウトランナーありません。背番号8。カウントノーストライクワンボール、カウントワンストライクワンボール、カウントツーストライクワンボール。難しい球を打ちました。レフト取りました。3番サード、ツーアウトランナーありません。背番号3。打った一塁へ、三者凡退。1回の表終わりましてホークス無得点です。1番センター大村、背番号60。打った抜けた、ヘッ。1塁ランナーには足があります。走ってくることも考えられます。ノーアウトランナー1塁、バット1塁へ、ワンアウト、バット成功、ワンアウトランナー2塁。背番号21。初球攻撃、ライト取りました。セーフ。4番ファースト、ツーアウトランナー2塁。背番号3。初球攻撃、レフト取りました。ランナー三塁。1回の裏終わりましてバッファローズ無得点です。4番セカンド国母、背番号9。打ちました、左中間真っ二つ、二塁へ。5番キャッチャーノーアウトランナー一塁、背番号カウント21、ワンストライクノーボール。さあピッチャー次はシュートで来るか。破りました、ヘッ。二塁へ、セーフ。6番ライトノーアウトランナー一塁二塁、背番号見送ってボール。さあピッチャー次はカーブで来るか。さあこのカウントからどう攻めるか。左中間真っ二つ、二塁へ、セーフ。7番指名打者、オーアウトランナーフルベース。背番号初球攻撃、7。レフト前ヘッ、バックホーム、ホームイン、セーフ。タイムリーヒット、オーアウトランナー一塁三塁。背番号5。センター取りました、タッチアップ。9番レフト、ワンアウトランナー一塁三塁、背番号見送ってボール。カウントワンストライクワンボール。さあキャッチャーは何を要求してきますか。二塁へ、ツーアウト、セーフ。ホームイン、ダブルプレー崩れの間にホームイン。一塁ランナーには足があります、走ってくることも考えられます。ツーアウトランナー一塁、カウントワンストライクノーボール。一塁へ牽制、ツーストライクと取りました。三振、打者を隣に取っています。ランナー残塁。2回の表終わりましてホークス先制です。5番サード中村典弘、背番号66。これは際どいところ、絞り球はカーブか。カウントツーストライクノーボール。さあこのカウントからどう攻めるか。打った、どうやらスタンドに入りそうです。ファールボールにご注意ください。さあこのカウントからどう攻めるか。打ちました、ボール切れました、ファール。打った、抜けた、ヘッ。
6番指名打者ランナー新人背番号22見逃してストライク。さあキャッチャーは何を要求してきますか。絞り球はシュートか。切れました。ファウル打った。切れました。ファウル打った。ライト取りました。7番ライト、ワンアウト、ランナー一塁。背番号92打った。抜けた。ヘッ二塁へ。セーフ。8番キャッチャー、ワンアウト、ランナー一塁二塁。背番号44バット一塁へ。ツーアウト。切り決めました。ツーアウト、ランナー二塁三塁。背番号4見逃してストライク。見送ってボール。当たり損ね。これはピッチャーの方が一枚上手でした。2回の裏終わりましてホークスリードです。2番ショート浜名背番号8打ちました。これは大きい。切れました。ファウル。ツーストライク追い込みました。さあキャッチャーは何を要求してきますか。破りました。ヘッ二塁へ。セーフ。ツーベース。4アウト、ランナー二塁。背番号じゃあ臭いところをついてきています。ツーストライク追い込みました。打ちました。これはいったか。入った。ホール際に飛び込む。ツーランホームランでございます。4番ノーアウト、ランナーありません。初球攻撃、入るか入るか。入った。ホール際に飛び込むホームラン。5番キャッチャーノーアウト、ランナーありません。背番号27カウントワンストライクノーボール。打ちました。左中間真っ二つ。二塁へ。セーフ。ツーベース。オーアウト、ランナー二塁。背番号26カウントワンストライクノーボール。打った。ファースト取りました。セーフ。7番指名打者ランナー二塁。背番号初球攻撃抜けた。ヘッ二塁へ。8番ファースト、ワンアウト、ランナー一塁三塁。背番号5打ちました。どうやらスタンドに入りそうです。打球の行方にご注意ください。当たり損ね。どうやらスタンドに入りそうです。ファールボールにご注意ください。打った。破りました。ヘッバックホーム。中継セーフ。ホームインタイムリーヒット。これでヒットは10本だけ入りました。ワンアウト、ランナー一塁二塁。絞り球はカーブ。さあピッチャー次は直球で来るか。切れました。ファウル。さあこのカウントからどう攻めるか。レフト取りました。セーフ。1番センター2アウト、ランナー1塁2塁。背番号1難しい球を打ちました。打球の行方にご注意ください。どうやらスタンドに入りそうです。さあ次は何を投げるか。切れました。ファウル。打ちました。
どうやらスタンドに入りそうです。ファールボールにご注意ください。さあこのカウントからどう攻めるか。抜けた、ヒッ、セーブ、ありません、ホーム、ツーアウト、ランナー満塁、お待ちなさい、決まった、ストライク、難しい球を打ちました。抜けた、ヒッ、ホームイン、タイムリーヒット、ツーアウト、ランナー満塁、カウントワンストライク、ノーボール、絞り球はストレートか。カウントツーストライク、ノーボール、配信バッターは走っています、三者残塁。3回の表終わりまして、ホークス5点追加しました。1番センター大村、背番号60、初球攻撃、センター取りました。2番ショート、ワンアウト、ランナーありません、背番号10、見送ってボール、これは際どいところ、カウント2ストライク1ボール。さあピッチャー次は直球で来るか、打ちました、一塁へ、ツーアウト、3番レッド、2アウト、ランナーありません、背番号21、初球攻撃、ボール切れました、ファウル、打った、レフト取りました、三者凡退。3回の裏終わりましてホークスリードです。4番セカンド国語、背番号9、当たり損ね、詰まった当たり、サード取りました。5番キャッチャー、ワンアウト、ランナーありません、背番号27、カウントワンストライク、ノーボール、カウントツーストライク、ノーボール、フォークが切れます。6番ライト、2アウト、ランナーありません、背番号26、カウントワンストライク、ノーボール。さあピッチャー次はシュートで来るか、カウント2ストライク、ノーボール、絞り球はストレートか、難しい球を打ちました、サード取りました、三者凡退。4回の表終わりましてホークスリードです。4番ファースト石井、背番号3、見送ってボール、見送ってボール、カウントワンストライク、2ボール、これは際どいところ、打った、一塁へ、ワンアウト、5番サード、ワンアウト、ランナーありません、中村典弘、背番号66、打った、抜けた、ヒット、6番指名打者、ワンアウト、ランナー一塁、背番号22、見逃してストライク、カウント2ストライク、ノーボール、打った、ライト取りました、7番ライト、2アウト、ランナー1塁、背番号92、カウント1ストライク、ノーボール、打ちました、1塁へ、ランナー満塁。4回の裏終わりましてホークスリードです。7番指名打者石毛、背番号7、打った、サード取りました、8番ファースト、ワンアウト、ランナーありません、背番号5、初球攻撃、
抜けた、ヘッ。9番レッド、ワンアウトランナー一塁、背番号23、高橋、球を打ちました、切れました、ファウル、打ちました、どうやらスタンドに入りそうです。ファールボールにご注意ください。ボールが切れます。どうやらピッチャー疲れてきているようです。ツーアウトランナー一塁、打った、フェア、誕生、フェアです、二塁へ、セーフ。2番ピッチャー交代です。ツーアウトランナー一塁二塁、カウントワンストライク、ノーボール、ストライクを取りました。さあキャッチャーは何を要求してきますか。三振、ランナーが走っています。あと1本がどうしても出ません。5回の表終わりましてホークスリードです。8番キャッチャー三山、背番号44。これは際どいところ、カウント2ストライク、ノーボール、打ちました、一塁へ、ワンアウト、9番セカンド、ワンアウトランナーありません。背番号4、初球攻撃、一塁へ、ツーアウト、1番センター、ツーアウトランナーありません。背番号60、お真ん中決まった、ストライーク。さあキャッチャーは何を要求してきますか。レフト取りました、最初ボッタリー。5回の裏終わりましてホークスリードです。3番サード松永、背番号3、見送ってボール。さあピッチャー次はシュートで来るか、打ちました、右中間真っ二つ、二塁へ、セーフ、フルベース、セカンド、ノーアウトランナー二塁、背番号これは際どいところ、打ちました、ライト取りました、タッチアップ、三塁へ、5番キャッチャー、ツーアウトランナーありません。背番号24、打ちました、センター取りました、スリーアウトチェンジ。6回の表終わりましてホークスリードです。2番ショート水口、背番号10、カウントワンストライク、ノーボール。さあキャッチャーは何を要求してきますか。さあ次は何を投げるか、打った、抜けた、ヘッ。3番ノーアウトランナー一塁、背番号20、見逃してストライク、カウント2ストライク、ノーボール。さあピッチャー次はシュートで来るか、センター取りました、4番ファースト、ワンアウトランナー一塁、背番号3、打った、センター前、ヘッ、セーフ。5番サード、ワンアウトランナー一塁二塁、背番号66、じゃあ臭いところをついてきています。さあ次は何を投げるか、レフト取りました、セーフ。6番指名打者ランナー一塁二塁、背番号22、カウントワンストライク、ノーボール。打ちました、詰まった当たり、セカンド取りました。あと1本がどうしても出ません。6回の裏終わりましてホークスリードです。6番ライト山崎、背番号20、カウントワンストライク、
ノーボール。じゃあ、臭いところをついてきています。さあ、このカウントからどう攻めるか。打ちました。抜けた。ヘッド、二塁へ。7番指名打者ランナー一塁背番号打ちましたセンター取りました8番ファーストワンアウトランナー一塁背番号5カウントノーストライクワンボールさあキャッチャーは何を要求してきますか2塁へツーアウト9番レッツーアウトランナー一塁背番号カウント、ノーストライク、ワンボール。カウント、ワンストライク、ワンボール。絞り球はシュートか。フェア、フェアです。二塁へ。セーフ。一番。ツーアウト、ランナー、一塁二塁。背番号。一。じゃあ、臭いところをついてきています。さあ、ピッチャー、次はカーブで来るか。切れましたファウル打ちましたあと1本がどうしても出ません7回の表終わりましてホークスリードですワンアウト8番キャッチャーワンアウトランナーありません背番号44打ったレフト取りました9番セカンド2アウトランナーありません背番号4見送ってボールさあこのカウントからどう攻めるか見逃してストライクカウント2ストライク1ボール打った三者凡退7回の裏終わりましてホークスリードですもうここまで来れば大丈夫でしょうホークス監督の高笑いがここまで聞こえてきそうですレフト取りました3番サードワンアウトランナーありません背番号3見逃してストライクさあキャッチャーは何を要求してきますかー打った抜けたヒット4番セカンドワンアウトランナー一塁背番号9打ちましたレフト取りました一塁へ5番キャッチャーツーアウトランナー一塁背番号24カウントノーストライクワンボールさあキャッチャーは何を要求してきますか右中間真っ二つ本塁へ中継にボールが入りましたセーフホームインタイムリーツーベースツーアウトランナー二塁今の球でしたさあこのカウントからどう攻めるかライト前ヘッド7番指名打者ツーアウトランナー一塁三塁背番号カウントワンストライクノーボールカウントツーストライクノーボールさあキャッチャーは何を要求してきますかライト取りましたイーシャー残塁バッファローズ次は打順よくトップバッターからの攻撃ですセンター大村背番号60見逃してストライク打ったセンター前ヘッド二塁へ一
一塁ランナーには決まります。走ってくることも考えられます。ノーアウトランナー一塁、見逃してストライク。これは際どいところ。さあキャッチャーは何を要求してきますか。センター取りました。3番レフト、ワンアウトランナー一塁、背番号20、打ちました。これは大きい、入った。ライトスタンドに飛び込むツーランホームランでございます。4番ファースト、ワンアウトランナーありません。背番号3、じゃあ浅いところをついてきています。フルストライク取り込みました。打ちました。センター取りました。5番サード、2アウトランナーありません。中村森弘、背番号66、初球攻撃、レフト前ヒット。6番指名打者ランナー一塁、背番号22、カウントワンストライクノーボール。さあキャッチャーは何を要求してきますか。抜けたヒット、セーフ。7番ライト山本、2アウトランナー1塁2塁、92、見逃してストライク。打った1塁へ、2者残塁。8回の裏終わりましてバッファローズ2点返しました。8番ファースト藤本、背番号5、打ちました。一塁へワンアウト。9番レフト、ワンアウトランナーありません。背番号23、見送ってボール。カウントノーストライク2ボール。打ちました。どうやらスタンドに入りそうです。打球の行方にご注意ください。打った、どうやらスタンドに入りそうです。ファールボールにご注意ください。フォークが切れます。1番センター2アウトランナーありません。背番号1、初球攻撃、レフト取りました。三者凡退。9回の表終わりましてホークスリードです。バッファローズ、何とかお客さんに喜んでいただけるプレーが見たいところです。背番号44、これは際どいところ。打った、抜けた、ヒット二塁へ。9番セカンド、ノーアウトランナー一塁、背番号4、見逃してストライク。打ちました、センター取りました。1番センター、ワンアウトランナー一塁、背番号60、カウントワンストライクノーボール。打ちました、ライト前ヒット、ツーアウト。2番ランナーには足があります。走ってくることも考えられます。背番号あと1人、10、カウントワンストライクノーボール。打ちました、フェア、フェアです。レガーズ担当勝利を収めました。ホークス大差で勝利しました。